ねずったまみちゃんです。僕今日ねユニバに来てるんですけども、今日ね4月の6日なんですよね。でこのユニバはですね、なんと今日からですね時短営業になるんですよね。で昨日までね大体まあ21時閉園やったんですけども、今日から19時閉園になるんで、もう2時間も早くね閉まっちゃうんですよ。でこの時短営業の影響でまたユニバのコンセプトもね変わる、ね、可能性があるんですよね。だからですね、時短営業のユニバのパークを一周してきますイエーイって、ね、で今回もですね、まあ、ユニバのパークを一周しながらアトラクションの各時間の待ち時間ですね表示しようかなと思ってます。でそれと同時にねこのパーク中でもねいろんなねまた最新情報があるんですよね。それをですねこの動画中にね紹介しようかなと思ってます。あとちなみにですねこの TV ね今後もですねまたねユニバのパークを一周してまたパークの変化とかパークの混雑具合を報告するのでぜひねチャンネル登録お願いします。でこのミニ TV ね今年までに本気でね登録数ね10万人ね目指すのでねぜひね拡散登録ねお願いします。じゃあ早速ねやっていきます。今日はマメエピー。はい、じゃあ今日もですねめちゃくちゃ A 天気のねユニバにねやってきました。はい、じゃあね、検温はですね、一瞬でね、終わりました。で、ここ数日のこのユニバの天気と気温はですね、こんな感じです。で、これ見てる限りに、もう20度超える日もあるんですよね。で、前までね、まあ植木してたんですけども、もう今日はですね、植木なくてもいいぐらいのね、ポカポカなんですよ。だから、だいぶとね、あったかくなってましたわ。ですけど、一応ですね、まあ夜とかだったら、まあ冷え込む可能性もね、あるんですよね。だから、一応ですね、まだね、まあ、上をね、着る準備とかね、しておいた方がね、いいかなと思いますわ。でも、だいぶとも春らしい天気ですよね。そして、今日やってないアトラクションとかショーですよね。前と変わってないですね、これも。で、今日の営業時間は8時から19時ということで、だいぶと早いな、19時閉園って。ですけど、ユニバって基本的には公式オープン時間よりね、早くね、オープンする傾向があるんですよね。で、今日はですね、まあ、7時15分にオープンしたんですけども、まあ、最近の傾向では、まあ、7時から7時半の間にね、オープンすることが多いんですけども、まあ、これが、またその、9時開園とかだったらね、変わる可能性があると思うのでね、またね、これもね、ご報告しようかなと思ってます。そして今からですね、ユニバの中ね、入っていきます。はい、じゃあね、この時間帯で入るまでに、まあ、3分ぐらいね、かかりました。で、前の時だいたい10分ぐらいかかったんで、まあ、それよりは、まあ、入る時間ちょっと早くなってるかなって感じがしましたね。うん。そしてパークを一周する前にね、このユニバで新しいグッズがね、出たんですよね。それがですね、ここの、まあ、ユニバーサルスタジオストアでね、発売されたんですよ。それがですね、こちらのダンブラーですよ。めちゃくちゃ可愛らしいわ。いやー、タンブラーっていいですよね。しかもこういうタンブラーって、まあ、マグカップと違って、まあ、持ち運びも安全じゃないですか。だから余計いいですよね。そして今日の、まあ、エントランス付近の様子ですよね。まあ今日も京都で大都パークが賑わってますわ。もう相変わらずのパークの賑わいですよね。本当に。そしてここの 4D シネマはですね、まあ、午前がセーラームーンがやってて、午後からハンターハンターがやってるんですけども、基本的にセーラームーンの待ち時間がまあ20分から40分ぐらいなんですよね。だからクールジャパン系のアトラクションでは一番ね空いてるんですよ。だからセーラームーンに関しては、まあ、行ける時にね行ったらいいかなと思いますね。でこのハンターハンターですね、このセーラームーンよりね混んでる傾向があるんですけども、これね、もう毎回ね、言ってるんですけども、まあ、このハンターハンターのアトラクションですね、その閉園時間に近づくにつれてね、空いてくる傾向があるんですよ。だから行きたい方はですね、まあ、閉園時間前ぐらいにね、行くのがね、いいかなと言いますわ。うん。なんでかわかんないですけども、空いてくるんですよね。そしてこのクールジャパン系のグッズが売ってる、この 4D シネマのね、店はですね、すぐにね、入ることができますわ。そして今日の、まあ、進撃付近の様子なんですけども、まあこれ見る限りに前のその春休みのピークに比べたらやっぱちょっと過ぎてるような感じがしますわ。うん、ちょっと春休みピークがちょっと過ぎているかなって感じかな。うん、ちょっとずつちょっとずつで、このリヴァイ平地のポップコーンだけじゃなくても、まあ、この辺限ったら、まあ、売り切れることはほぼなくて、まあ余裕で買いますわ。
そしてね、今日もね、まあ、進撃の巨人のね、様子ね、見ていきます。おぉ、進撃の現在の待ち時間が、シングルが120分待ちで、通常が170分待ちですわ。で、この進撃の待ち時間見ても、やっぱり春休みよりはですね、ちょっと空いてきてるかなって感じがしますよね。で、これから徐々にね、ちょっと空いてきますよね、おそらく。うん。ですけど、依然として待ち時間は長い方なんで、まあ、進撃行くとしたら、これ毎回言ってるんですけども、まあ、朝一に行くのがね、一番ね、おすすめですわ。うわ、でもちょっとずつ空いてきてるから、またいいですよね。うわ、ですけど、このスタジオスターズレストランでは、まあ、進撃の巨人フードが売ってるんですよね。つまり、まあ、進撃レストランなんですけども、やっぱまあ、昼ピークもあると思うんですけども、まあ、結構行列できてますわ。うん。そしてまあ今の時点のそのクールジャパン系の混雑って言ったら、まあアトラクションに限ったら、まあ進撃ではまあ圧倒的に混んでて、次がハンターハンターがまあ普通にまあ混んでるかなぐらいで、で次がまあセーラームーンがまあ空いてるレベルって感じですかね。そしてまあグッズに関したら、まあセーラームーンが一番売れてて、次がまあ進撃の巨人で、で次がハンターハンターで、で次がコナンで、次がモーハンって感じですかね。ですけどコナンに限ったら、まあ、まあグッズっていうよりはなんかミステリーレストランとかミステリーチャイルがねすっごいね人気なんですよね。だからコナンはですね、ミスチャイとミスレスね注意した方がねいいかなと思いますわ。あとモンハンの XR 王国もですね、まあ、普通にね、まあ、予約取らないとね体験できないんで、まあ、全体的にまあそれぞれが人気って感じがしますよね。うん。そして今日のね、グラマシーパークの様子なんですけども、まあ今日はだいぶとあったかい日ですから、もう芝生に寝転がってる人が多いですわ。もう今日はもう芝生が激込みですね。そして今日の、まあ、スパイダーマンがあるニューヨークエリアの様子ですよね。うん。でも普通にやっぱ賑わってますわ。前より少ないとはいえ。うん。でもやっぱ待ち時間見たらやっぱ減ってますよね。前ね、この時間帯でスパイダーマン100分待ちとかあったんですよ。うん。だから徐々に徐々にね、空いてくるかなと思うんですけども、まだね、まあ、春休みの学生さんとかが多いですよね、一応。うん。そして、コナンのミスチャレなんですけども、こういう晴れてる日はですね、もう売れ行きがすごいですよね。だから早めにね、完売することがあるんですよ。で、今の時点で、あと少しでね、完売らしいですわ。だから、コナンのミスチャレ行きたい方はですね、まあ、晴れてる日はですね、早めにね、取りに行った方がね、いいかなと思いますわ。それこそ、午前中でね、なくなることもあるんですよね。そして、フィレガースバー&グリルなんですけども、やっぱ、昼ピークということもあって、まあ、普通にね、列はできてるんですけども、今、待ち時間が20分待ちなんですよね。で、前に一周した時ね、この時間帯で大体30分くらいだったんで、やっぱレストランもですね、ちょっとね、まあ、空いてきてるかなって感じがしますよね。そして今日のラグーン付近の様子ですよね。まあ普通に賑わってるけどね、これ見る限りに。うん。まあ普通にね、やっぱファミリーションの方とかがね、まだ多いですよ。そしてあったかくなってきたんで、こういうアイスとかもね、どんどんね、飲んできてますわ。まあおそらくこれからちょっとずつこういうね、まあ、冷たいフードが売ってるね、まあ、フードカートとかね混んでくるんじゃないかな。うん。そして今日の、まあ、ミニオンパークの様子ですよね。あー、ここも大にぎわいですよ。本当に特に今日ね、ファミリーの方が多いので、ここは特ににぎわってますわ。あと今だけね、まあ、イースターバージョンなんで、もう今だけの写真しかないですよ、本当に。今だけの写真しかないで、どういうことやねん、あるけど。うん。いやー、今だいぶ暖かいからね、今の時期が一番動きやすい時期じゃないですか、本当に。暑くもないし、寒くもないってね。そして今日の、この何も言うことなかったサンフランシスコエリアの様子ですよね。まあ、ここは特にね、今ね、まあ、なんか言うこといっぱいあるんですけども、まあ、とりあえずね、一個ね、お伝えしたいことがあるんですよ。それが、最近復活した、ここのドラゴンズパールなんですけども、なんと悲しいことに、11日に閉店説が出てるんですよね。うわー、なんかロストワールドと一緒で、
なんかめちゃくちゃ人が多い時のみね、運営するのかな。そうなんかな。いやー、ここ閉まっちゃうのやっぱ寂しいですよね。サンフランシスコエリア、また何も言うことない。サンフランシスコエリアに戻るかもな。そしてここのサンフランシスコエリアではコナンのミステリーレストランがやってるんですけども、なんと13時と15時40分のね、まあ、当日券がね、まだね発売してるんですよ。わあ、これ奇跡ですよ。それかもしかしたらこれからねちょくちょくね当日券出んのかな。うわー、どっちかじゃないかな。じゃあこれからもねまた報告しますわ。いやー、けどミステリーレストランに関したら、まあ、平日でもね全然ね当日券ない時が多いので、いやどうなるな、今日だけなんかな。でもこれオープンして以来初めて見たかもしれへん、ほんまに今年マジで。そして今日のジュラシックパークエリアの様子なんですけども、まだ大な車を100分待ちなんで、まあ普通に混んでますよね。ダイナソーとかあんま変わってないかな、どうなの。まだ学生さんとかが多いんでね、若い子たちが普通にジュラパエリアは賑わってますわ。ここに関しては前と変わってないような感じがしますよね、混雑自体は。まあ、ニューヨークエリアはですね、前のスパイダーマンの待ち時間みたいなちょっと空いてるかなと思ったんですけども、まだまだ春休みですわ、本当に。すごいな、めちゃくちゃ人が多い、賑わってるわ。このジュラバ名物、ターキーレッグのカートなんですけども、結構列できてますわ。まあ、ジュラパライドに関しては、もうそろそろあったかくなってきてるんで、もう乗ってやってもいいかな。そして今日の、まあ、ウォーターワールド付近の様子ですよね。まあ、ここに関してはいつも通りなんですけども、まあ、ニンテンドーワールドに行き交う人が多いって感じですよね。そして今日も安定にマリオの世界行ってきますわ。で今日のニンテンドーオブワールドの整理券情報なんですけども、今日ねなんとね8時の時点でね整理券ね発券になってたんですよ。だからまあ早いっちゃ早いですけども、まあ、今の時間帯での整理券はですね、まあ、17時なんですかね。でこれもですね、まあ、だいぶと早い方なんですけども、前パーク営業したんですけどね、確か12時の時点で、まあ、18時とかやったんで、まあ、それに比べたらちょっとずつね、まあ、整理券ね取りやすくなってるかなと思うんですけども、まあ、依然として、まあ、任天堂ワールド入るためにはね整理券ね絶対必要なんで、まあ、パークに入った瞬間からね、まあ、整理券情報をね見てくるとねいいかなと思いますわ、絶対必要です。そして今日もですね器物損壊が合法の世界ね行ってきますわ。安定にやってきましたよ。もう鬼のように天気がいい任天堂ワールドですわ、今日も。そして今日もね、このマリオの世界ね、一周してきますわ。もうだいぶとぷかぷかなんでね、もうマリオ日和ですよ、マリオ日和。もうあったかかったら何でも日和つけれるやん、本当に。すごい賑わってるわ。アクティビティもこれ大体やるために20分以上かかりそう、そのぐらいやわ。うわー、えげつない人の数ですよね、今日は。だいぶと賑わってるわ。けどマリオカートの待ち時間見ても今の時点で80分でしょ。前ねずっと100分待ちあったんで、まあここもちょっとだけ空いてきてるかな。ちょい好き始めてるわ、本当に全体的に。まあ依然として待ち時間めっちゃ長いけどね。そして今日の任天堂ワールドの下の階の様子です。だいぶと賑わってますわ、下の階も。依然としてすっごい大盛況。でもやっぱりヨッシーアドベンチャーもですね、前まで60分以上待ちが当たり前だったんですけども、まあ、ここも見る限りにちょっとずつ空いてきてるわ。ですけどキノピオカフェは、まあ、依然と外の待ち列ですわ。おそらく1時間以上待つかな、こんな感じやったら。いやー、ここのエリアもですね、まあ、ちょっと混雑は落ち着いてるかなって感じがするんですけども、
普通にね、にぎわってますわ。すげえな、やっぱりまだ春休みパワーは。そしてこのおまみ TV ですね、前にちょっと紹介したんですけども、この任天堂ワールド1周年を記念したね、シールがですね31日までね、まあ、配られてたんですけども、なんですね、今の時点でね、まだね、配られてますわ。で、これに関したら、もう全員ね、無料でね、もらえるんでね、ぜひね、またね、もらってください。いや、普通に余ったんかな、多分なんですけども、まあ、知らない人多いと思う。だから、ぜひね、この動画見てね、またもらってください。うん、多分まだ余ってるんかな。そして、今日の、まあ、ジョーズがある、まあ、アミティの様子ですよね。まあここも依然としてめっちゃにぎわってますわ。いやー、なんかあんまりここら辺は前と変わってないような感じがするんですけども、待ち時間だけ見たら空いてるって分かりましたね。でもなんかパッと見変わってない。パッと見変わってない。そしてここのジョーズの近くにあるボードウォークスナックでは、まあ、ピザとかそういうメニューが売ってるんですけども、ここもなんとですね、11日にね、閉店するらしいですよね。うわー、もうやっぱり忙しい時に開くんかな、なんかピンチの時にやってくるヒーロー的な感じかな。うわ、これやべえわ。このフードカートなんですけども、えげつない行列やわ。いや、これ買うために、2、30分は余裕でかかりそう。マジでやばいな、フードカート買うために。そして今日もですね、魔法界の方ね、行ってきます。そして魔法界へと続く道なんですけども、もう今日も相変わらず、まあ、たくさんのマグルたちが魔法界行ってますわ。はい、じゃあ今日もね、魔法界やってきました。そして安定ね、これ歌いますか。もめもめぽぽ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 ぽ超ディカチョニャーポポ。いやー、ここの魔法界もだいぶとあったかくなってきましたわ。で、依然と普通に逃げてます。でもここに関してはやっぱり任天堂ワールドが整理券発見されてる分、やっぱ任天堂ワールドに行けなかった人たちがここのずっとフリー入場の魔法界に来てるって感じかな。うん、あともう少しでファンタビーね、公開されるんで、やっぱこれからどん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 ね、ここもね、賑わってくる可能性ありますよね。うん、魔法界で。でもこの魔法界に関しては最近ね、まあ、新グッズとかあんま出てないんですよね。また出たらね、また紹介するんですけども、まあ、ちょっと寂しいですよね、それに関しては。また発売されてほしいな。今日も鬼のようにいい天気のホグワーツですね。もう最近なんか鬼ってつけるのハマってるよ俺。ここもいつも通りなんですけども、やっぱり人はすごいですね。うん、でもやっぱここもちょっとだけ過ぎてきてるから。うん、そして今日もこのイースターバージョンのワンダーランドね、見ていきますわ。そして今日のワンダーランドの様子ですよね。で、ここのワンダーランドなんですけども、やっぱりファミリー層の方が多いので、やっぱ賑わってますわ、いつも通りに。うん、まあ春休みパワーやな、これに関したら。でも春休み終わったらここのワンダーランドもね、すぐかなと言いますわ。ほんまね、今日子供たち多い。そして前にここのスヌーピースタジオに囲いができてるって話したんですけども、前より囲いが増えてるわ。これ表面全部囲いになってるわ。まあ多分単なる、まあ、ペンキ塗りとかそこら辺だと思うんですけども、またね、何かあったらね、また紹介しますわ。中身は何もね、工事とかしてなかったんで、まあ、おそらくなんかでっかい変化とかなさそうな感じしましょうね。そして今日の、まあ、セントラルパーク付近の様子ですよね。で、ここはですね、まあ、いろんなエリアに、まあ、行き交ってる場所なんで、普通にね、まあ、にぎわってますわ、いつも通りに。いやー、だいぶ暖かい今日。ほんまにいい天気やわ。もうセントラルパーク日和ですね。うん、絶対に。そして今日のハリドリ付近の様子なんですけども、まあハリドリの待ち時間見てもここに関しては前とあんま変わってないから、
絶叫系に関したら前とあんまり待ち時間変わってないかな、どうなのかな。まあでも今日まあ初日なんで、まあ、これから変わる可能性があると思うので、またこれからもね報告しますわ、うん、でも依然としてやっぱり張り出るやつね、まあ、ずっと混んでますよね、うん、ほんまにすげえ人気やわ。うわこのモンハンフードのフーギーチルドスソードアウトになってるわ。これめっちゃうまいのに、食べてほしかったな、みんなに。そして今日のですね、またイントラス席の様子ですよ。まあ依然とやっぱり行き交う人が多いですよね、うん、でもなんか春休み自体がまあ大体まあ12日までにはね終わるらしいんで、まあそれまで多分ちょっとこの混雑続くかなと思いますが、はい、じゃあ今日はですね、時短営業中のイリムのパークね、一周してきましたわ。で、まあ、混雑的には、その前の時に比べたらちょっと空いてるかなって感じがするんですけども、まだまだね、賑わってますわ。で、今日からですね、まあ最低でもね、2時間ね、早く閉まっちゃうということで、だいぶとね、まあ、イリムはまあ難しいと思うんですよね。で、このお豆っていうしね、また今度ですね、その時短営業中のユニバの攻略動画ね、出そうかなと思ってるんでね、ぜひね、またね、待ってください。でもほんまに、前よりは圧倒的に攻略難しいですわ。本当に。うん、まあ、いろいろ考えてるんですけどね、またね、待ってください。以上、現場からでした。はい、じゃあね、またね、これからもね、いろんな動画上げていくと思うので、ぜひね、さあ、次回が続いてると思いますので、続けて、バーッ